何もかもめんどくさい、生きるのすらめんどくさい、そういう方たちはですね、めんどくさいの本当の正体について理解できれば、自分のめんどくさいという感覚が現れた時にどうしたらいいかっていう対処ができるようになってきますので、ぜひこの動画最後まで見ていってください。皆さん、こんにちは。公認心理師、栄養療法、音楽療法の浜本翔子と橋本翔太です。今日お話ししたいのは、めんどくさいの本当の正体です。めんどくさいって感情って厄介なんですよね。めんどくさいなぁと思うと、もう何にもしたくなくなっちゃうし、やる気もなくなっちゃうし、もう億劫になるし、ね。やらなきゃいけないと思ってるんだけど、まあ、めんどくさい、やだな。会社行きたくないな。あ、友達約束したけど、なんかめんどくさいな、行きたくないなとかね。せっかく旅行の計画立てたんだけど、なんかもうめんどくさいなってやつ。このめんどくさいの問題を抱えている人って結構多くて、で、前回回避性パーソナリティ障害の中でこのお話ちょっとしました。めんどくさいの問題を持っている方は回避の問題を抱えている可能性がありますよってお話をしました。なので今回はその回避性パーソナリティ障害回避の中でもこのめんどくさいという感情感覚についてお話をします。回避の動画を見てもらった方はわかると思うんですけれども、このめんどくさいという感覚もですね、正体はもうこれ以上傷つきたくないなんですよ。めんどくさいって思ってる時っていうのは、その行動をしたら自分が傷つくかもしれない、それが怖いっていう無意識の感覚があるんです。例えば会社に行くのめんどくさいなっていうのは、例えば満員電車に乗って気分が悪くなるのが嫌、これも一つの傷つきなんですよ。気分が悪くなる、嫌な気持ちになるっていうのもね、そういう思いをしたくないとか、あるいは会社に行ってこう例えば上司に怒られるかもしれないとか、あの人間関係が辛いとか、こういろんな気持ち予想があるわけよ。で、そういう予想をしていくと、行ったら自分は傷つくだろうな、嫌な気分になるだろうな、そんな風になるのが嫌だな、怖いなっていう、あの恐怖の感覚にまで実はつながってるんです。そこまで自覚できないよ、人間って。そんな恐怖を自覚できないからさ、うわー怖いって感じではなくて、こう傷つくだろうなっていう、こう身構えるような感覚です。あ、嫌だな、身が嫌だな、嫌だなって、こう身構えるような感じ、それが傷つきなわけ、傷つきになってるわけで、こうやっぱりこう人間長く生きてくる、生きてくれば生きてくるほど、あっちこっちで傷つくわけですよね。で、その傷つきが蓄積していけばいくほど、めんどくさいって気持ちを持ち出して自分を守ろうとします。はい。だからめんどくさいという感覚上、感覚は実は防衛機能なんです。あなたを守ろうとしてくれてるの。めんどくさいっていう気持ちはあなたを守ろうとしてくれてます。あなたを傷つきから守ろうとしてくれてるの。だからわざわざめんどくさいという気持ちをあなたに起こさせることによって、あなたがこれ以上傷つかないように守ってくれている存在でもあるんです。めんどくさいって気持ちが湧いてきた時は、まず考えなきゃいけないのは、ああ私はこれをしたら傷つくかもしれないって思ってるんだなって、まず真っ先に思ってください。傷つくかもしれないし、傷つくのは怖いんだなって、これをすることに恐怖があるんだなっていうふうにちょっとどこかで思ってほしいんですよ。そしたら、どんなことが傷つくのは怖いんだろう、どんなことに傷つくと思ってるんだろうみたいに考えてほしいんです。そうすると必ずあるわけよ。明日友達と映画の約束したんだけれども、なんかもう行くのめんどくさいなっていうのも、やっぱりそう、行くまでの道中何かあるんじゃないかっていう、ね、それが怖いって傷つきの怖さかもしれないし、その友達と会うことによってなんか気を使っちゃう、相手の顔色を見ながら接しなきゃいけないっていうような、そういう緊張状態が疲れてしまう。で、もし何かあったらそこでまた傷つくかもしれない、友達がなんかムスッとした顔を見たら傷つくかもしれない、もうそういうやり取りが嫌だっていう気持ちがめんどくさいって気持ちを起こしてるかもしれないし、めんどくさいの正体っていうのは、とにかくあなたを守るために、あなたを傷つきから守るために現れてきてるんですよ、めんどくさいって気持ちが。そこを知ってください。だからめんどくさいって、こう、あ、なんでこんなめんどくさいと思っちゃうんだろうって、こう排除したくなっちゃうかもしれないんだけども、あなたを傷つきから守ろうとしてくれてるっていうことをまず知ってほしいの。だからそのくらいあなたは傷つくのは怖くなってるってことです。で、これが回避の状態な、回避の問題なんですよ。もうその場から本当は逃げ出したいの。
何もかも逃げ出して、だから生きるのがめんどくさいっていうのも、もうなんか突き詰めればさ、食べるのもめんどくさい、もうこの人生が毎日毎日続いていくのはもう全てがめんどくさいっていう方も結構いるわけですよ。でそれもどういうことかっていうと、もうこれ以上生きることによって私は傷つきたくないってことなんです。もう傷つくのは怖いってことなの、まあ、傷つくのに疲れてしまったってことなのね。だからもう全てがめんどくさいっていう感覚でこう自分の行動を落としてしまうっていうね、うちにこもらせておようとしてしまうエネルギーなんですよ、感情感覚なんです、めんどくさいっていうのは。それをまず皆さんにね、知ってほしいんですよね。めんどくさいの正体はある意味あなたを守ろうとしてるんです。何から守ろうとしてるのっていうと、あなたがこれ以上傷つくのを守ろうとしてるってこと。はい、ただここで大事なことは、回避の問題でもお話ししたんだけれども、本当にそれをしたくないんだったらその葛藤って生まれないわけ。それをしたいんだけれども、でも傷つくのは怖い、だからめんどくさいってなってるんですよ。それをしたくないね、全くしたくない、あるいはしなきゃいけない、しなきゃいけないんだったら、しなきゃいけないのにしたくないっていうのもめんどくさいって気持ちになるわけだよね。つまり全くそれをする必要がなくて、それをしたいわけでもないっていうものに対しては、めんどくさいって感情がそもそも湧かないんですよ。しなきゃいけない、もしくはやりたいだけれどもって時にめんどくさが来るわけ。ここすごい大事です。だから自分の中ではしなきゃいけないんだね、そしてあるいはやりたいんだって、どっちかがあるわけ。 must とか want to だよね。 must とか want to があるわけですよ。でその上で、でも傷つくのが怖いっていう時に、このめんどくさいって感情が出てきます。だからその時にも回避のお話ししたんだけども、天秤にかけるんですよ。やりたいこと、しなきゃいけないことありますよね。でも傷つくのは怖い、まずこの2つの天秤を意識することなんです。その上で、じゃあ自分はどうしたいってことを考えるわけですよ。だからやりたくないことなんだけども、社会人として、あるいは大人として、あるいは食べていくためにやらなきゃいけないことっていうのもありますよね。でもそれをやったら傷つくかもしれないって自分もいると、だから自分をめんどくさいって感情で浸らせてるんだっていうことをまず知るだけでも変わります、このめんどくさいって感覚が。ましてや、やりたいことなのにね、友達と会うことも本当やりたいことでしょ、旅行に行くことも本当やりたいことでしょ、新しいことを始めるのもやりたいことだよね。やりたいことがあるのにめんどくさいなって思ってしまうっていうのも、あ、やっぱり私傷つくのは怖いんだ、どこかでこれを始めたら傷つくと思ってるんだ、友達に会ったら、新しいことを始めたら、何々をスタートさせたら、本当はやりたいのにめんどくさいって思うことは、私これやったら傷つくと思ってるんだな、じゃあどんなことに傷つくと思ってるのかなっていうふうに自分に自答してほしいんですよ。これがね、すごい大事なんですね。すごい大事。ただただめんどくさいなっていう場所に浸ってると、よくわかんないわけ、何が起きてるのか自分の中で。ただただめんどくさいなっていう感情に飲み込まれて、あれなんか鬱っぽいなとか、鬱なのかなとかね、なんかそっちの方に行っちゃったりするんだけど、それ鬱とかじゃなくて、単純に傷つきたくないっていう防衛反応の可能性があるわけ。これがめんどくさいの正体である可能性がすごく高いんです。だから must とか want to ね、つまりあなたがそれをしなきゃいけない、もしくはしたいだけれども傷つくのは怖いっていう時に、まずこの天秤を意識してあげることからスタートしてください。めんどくさいって気持ちが湧いてきたら、自分に自問自答してみましょう。この天秤を意識するってこと。本当はこれをしなきゃいけない。あるいは本当はこれをしたい。だけれども、めんどくさいと思ってる。めんどくさいと思ってるってことは、何か傷つくかもしれないって気持ちがあるんだなってこと。ここを自覚できて、この天秤を自覚した上で、じゃあ自分はどうしたいってことが、そこで初めて考えられることができるわけ。傷ついたとしても、傷つくかもしれないけど、それをやりたいのかどうかってことを自分に自問自答するんです。で、回避の動画の中でも言ったんだけども、全く傷つかない保証の行動ってないんですよ。新しいことを始めようにしろ、人に会うにしろ、出かけるにしろ、全く傷つかない保証ってないわけ。肉体的にも精神的にも。出かけたらなんか知らない人にぶつかってなんか文句言われるかもしれないし、たまたま行ったお店の店員さんの態度が悪くて嫌な気持ちになるかもしれないし、友達に会いに行ったらなんか友達とうまくいかなくなっちゃって自分が傷つくかもしれないし、ありとあらゆる傷つきの可能性があるわけ。でもそれはもうこの世界で、この三次元の世界で人間が生きていく上でもう仕方ないことなんですよ。で、そしてもう一個ね、気をつけなきゃいけないのは、こういう回避の
気持ちを持ってる人、特に面倒くさがりの人っていうのは、傷ついたことを過大評価しがちなんです。本当はそんなに傷ついてないはずなのよ。つまり何事もなく平穏に行動に移せたり、いいことがあったことっていうのを過小評価してるんです。これも問題の一つ。よくよくちゃんと全部の出来事を書き出してみたら、そんなに傷ついたことって起きてないのさ。ところが10回中の2回ぐらい傷ついたことがあると、もうそれが全てのように思っちゃうわけ。だから10回中8回はうまくいってる、傷ついてないってこと、そっちに目が向けられないんです。これ認知の歪みです。これはやっぱり意識的に、傷つかなかったこと、問題なかったじゃんってことに意識を向けていくことしか、修正できません。それ以外には食事と栄養のアプローチもそうだし、心理学的なアプローチをしていくことによって良くなることもあるんだけども、この動画で、まず皆さんに気づいてほしいのは、傷ついた経験を過大評価しすぎてないかってことなんです。絶対過大評価してるから。もちろんその傷ついてね、過敏な状態に自分がいる、その過敏な状態にいるっていうのは、子供の頃からの経験、人間関係、親子関係、学校での問題なんかもあって、どうしても自分を過敏にさせなきゃいけない。過敏にさせれば自分を守ることができる。常にこう戦闘モードでいるっていうかね、こうやって身構えていれば、何か起きた時に自分が傷つきが防げるっていう気持ちがあるから、だから過敏になっちゃうんだけれども、俗に言うその HSP 問題ね、それも私動画で何個か言ってるんだけど、それ過敏な人たちっていうのは、その、子供の頃からこうね、自分で自分の身を守るしかなかったから、自分誰も助けてくれないっていうね状況にあったから、こう自分でこういつも身構えてるわけだからこそ、こう何かあった時に過剰に反応しちゃうんですよ。ほらやっぱり私は傷つけられたみたいなね感じになっちゃうわけ。かといって無防備で言ったらもっと傷つけられるって思ってるから、常にこう緊張状態にいるんだけどね、だからその方たちにやってほしいのは、本当にそんなに傷ついたことって起きてたってことを過去を振り返って考えてみるってことも大事だし、めんどくさいなと思ったけども、でもやっぱり友達に会いに行こうとか、やっぱり旅行に行こうとか、やっぱりこれを始めてみようと思って始めた後に、本当に傷ついたんですかっていう再確認も必要ってことです。まあ、これはだからエクスポージャーのやり方ね、暴露のやり方になってきます。認知療法的なアプローチになってくるんですけれども、だからその回避の問題の中でも、回避性パーソナリティ障害までいかないんだけれども、めんどくさいというね気持ちを使って、めんどくさいという感情感覚を持ち出して自分を止めてしまうタイプの回避の方が多いんです。だから皆さん、めんどくさいの正体っていうのは、言い方を変えたら、もうこれ以上傷つきたくないっていう防衛反応だってことです。これがめんどくさいの正体、あなたは守ろうとしてくれてるの、ある意味ね。だからこのめんどくさいっていう本当の正体を、今度皆さん、めんどくさいって気持ちが湧いてきたら意識してください。でその上でちゃんと天秤にかけるってことね、やりたい、やらなきゃいけない、でも傷つくのが怖い、じゃあ私は一体どうしたい、そこを考えるわけ。ただめんどくさいに飲み込まれちゃうと行動できなくなっちゃうからね。だからめんどくさいが襲ってきたら、この天秤にかけるってことです。その上で私はどうしたいんだろうってことを考える。ね。それでもやりたいのであれば、めんどくさい、つまり傷つくのは怖いんだけれども、でもやってみようっていう踏み出してことができるわけ。頭で整理できるからね。で、その上で、もう一個最後に伝えたかったのが、傷ついた経験を過大評価しすぎてませんかってこと。それによって自分を止めてませんかってこと。その可能性もありますよってことね。それもぜひ皆さんちょっと考えてほしいなっていうふうに思います。今日お話ししたのは、めんどくさいの正体についてでした。ぜひね、他の動画も見てください。それから私の動画何度も見てみてください。何回か見るうちにね、ふっと腹落ちして、内容がね、こうふっと自分の中に入ってくる時があると思います。他の動画もね、いろんな話がつながっているので、ぜひ見てもらえたらなというふうに思っております。あと、よろしかったらこの動画いいなと思ったらね、お友達や SNS で紹介してもらえたらすごく嬉しいです。Twitter なんかで紹介してもらったらね、リツイートしに行きます。それから、いいねボタンとか、チャンネル登録もね、ぜひお待ちしております。今日は以上になります。橋本翔太でした。Thank you.